高齢者が活躍できる職場づくりに取り組む企業を表彰するコンテストで、鹿嶋市の建設会社が最優秀賞を受賞しました。高年齢者活躍企業コンテストは、生き生きと高齢者が働ける職場づくりの事例を広く知ってもらおうと、毎年優れた取り組みをしている企業を国などが表彰しています。39回目を迎えた今年は、全国から69の応募があり、鹿嶋市の植松建設が最優秀賞に選ばれました。植松建設は定年制の廃止や社員それぞれの健康状態などに応じて時短勤務を推奨するなど、年齢にかかわらず働きやすいよう社内制度を整えたことが特に評価されたということです。年齢の差関係なく皆さんが充実した仕事ができればなというふうに思ったのがその背景です。選んでいただいたっていうのは大変な光栄。外国籍の子だったり、お母さんだったりですね、みんなが楽しく生きがいを持って働ける会社をですね、組織を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。